宅建試験後に転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。タルナ女性社長の不動産大学ヘアレスミスを防止する方法編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、こう試験がもうどんどん近づいてきておりますけれども、自分でですねもうすでに模試をやってシミュレーションしているっていう人もですね多いんじゃないかなと思います。ただそれと同時にですね、ケアレスミスなんかのですね不安要素に気がついてもうどうしようかなっていうふうに困っている方なんかもですねいるんじゃないでしょうか。ちょっとコメントご紹介しますよ。チャンネルメンバーの CDR4123 ありがとうございます。本番でできるとは限らない。先ほどの宅建業法の動画でもミスがあった。忘却の戦いとケアレスミスの戦い、不安がミスを生む。先に回答した答えが本当の答えであるケースが多いし、よくよく考え直して回答した答えが正解のこともよくある。信じるのは自分だけ。なんかこう自分に聞かせるようなですねコメントですね。あとこんなコメントも来ております。こちらです。春さんありがとうございます。心が折れそうになったので去年の宅建試験前日の動画を今朝見ていました。 OB OG の方々もみんな同じ不安を抱えていたんだなと思うと少し救われました。最近は知識は知っている問題なのに問題文の読み間違いでケアレスミスをしてしまうことが多くへこみます。残り少し頑張ります。不動産大学もですねもうすでに3期目なので、まあ1期と2期のですね試験前日の動画なんかもまだ全然ネットに残ってますんでですね、ぜひ見てみてください。さらにですねこんなコメントもいただいております。こちらです。レイさんありがとうございます。いよいよ明日から10月ですね。市販の予想模試手元にありますが、まだ一度もやれていません。ペース配分の把握、ケアレスミスの防止のため、点数はともかくとりあえずやってみようと思います。現時点でドキドキしています。本番は平常心でいけるといいのですが、ということでございます。まあこんな感じでですね、最近ですね、皆さんケアレスミスっていうですね、言葉をですね、コメント欄に書く方がすごく増えております。これケアレスミスっていうのはですね、すなわち注意していれば防げたはずの間違いや失敗、これをですね、ケアレスミスっていうふうに言うんでございます。でですね、これ不動産大学としてですね、はっきり言っておきたいんですけども、ケアレスミスをですねどう防ぐかが合否に大きく影響します。これをですね私今日すごく強く言いたいんです。なぜならですね、宅建試験はケアレスミスを誘発させるために一生懸命ですね試験問題を作っているからなんでございます。なんでお前そんなことわかるんだよというふうに思うかもしれませんけどもですね、それは過去問をですね見ればすごくわかるんです。これ宅建試験ってですね、これ昭和33年からやってるんですよ。もう古い試験なんです。歴史ある試験というふうにも言えるかもしれませんけども、これ法改正っていうのはですね何度もあるんですけども、まあ、すでにですね試験問題にあるような知識っていうのはですねもうほぼほぼ全部出尽くしているんです。もう出すようなとこないんです。絶対被ってくるんです。でそうなってくるとですね、過去問もですね完璧に勉強されるとですね、みんな合格点いってしまう可能性があるんですね。合格点っていうのはだいたいまあ37、8点ぐらいですね。それぐらいの点数を取ってしまう可能性があるので、まあそうならないようにですね、結局出題者側はですね点数を調整したいわけですから、受験生がですねうっかり間違えてしまうようなですね引っ掛け問題をとにかく山ほど量産するんでございます。ここにですねまんまと引っかかってしまうようではですね合格者になることはできません。ではどうすればですねケアレスミスを防止できるのか、これをですね知っているか知っていないかでですね大きな違いが出ます。これにはですね2つのポイントがあるんです。私がですね受験生時代に実際にやっていた予防法をですねこれからちょっとお話ししたいと思います。これはですね不動産大学1期生2期生の方もですねこれを実践していただいて効果があった方ですねたくさんいらっしゃったようなので、ぜひですね3期生の方にもやっていただきたいんですけども、まずですねこちらです。ケアレスミス対策1、単語に丸をつける。これはですねケアレスミスが多い人っていうのはですね選択肢を読むときにですね流して読んでしまっていてですね重要な単語を見逃したりとかですね、あとは勝手な思い込みで認識をしてしまうことがよくあるんです。そこでですね、例えば選択肢を読むときに、またはと、および、あとはですね宅建業であると宅建業でないといったですね単語が出てきたら、その単語にですねちょっと丸をつけてみてください。これはですね問題用紙のですねその問題文のところに丸をつけるという意味ですね。読みながら丸をつけていくんですね。これはですね丸をつけることによって一旦ですねその単語を立ち止まって認識をすることができるので、まず勘違いを防げるんです。またですね、耳学ですね、自学で聞くときも、とにかくですね、これをですね、意識するってことを心がけてください。もう、聞いてるときはですね、丸つけることできないので、聞いてるときは強く意識するっていう形でですね、やってみてください。大切なことはですね、集中して読むということです。本番ではですね、2回読み返している時間はですね、あまりないんです。一度でですね、正しく理解をするためには、集中して読むことがですね、一番大切なんです。で、集中しても間違えてしまうという方は、ポイントになるですね、接続詞とかですね、単語に必ず丸をつけてみてください。続いていきます。ケアレスミス対策に見直しをする。
これはですね、本当に重要なんですが、人間である以上ですね、ケアレスミスはどんなに対策をしても 100% 防げません。そこでですね、万が一ケアレスミスをしてもですね、リカバリーできるように、本試験でですね、必ず見返しをする時間をですね、確保するペース配分が大切になってきます。で、理想としては15分確保できればですね、十分です。ちなみにですね、最近コメント欄にですね、模試をやった人でですね、見直しの時間は15分くらい十分取れてるから、俺は大丈夫だっていうふうにですね、余裕をかましている方、時々見受けられるんですけれども、ここでですね、一つ受験生あるあるをですね、ご紹介したいと思います。こちらです。自力模試で20分ぐらい時間が余って余裕だと思っても、なぜか本番だと10分も余らない。はい、私ですね、この経験何回もあるんです。ズバリですね、本試験では模試よりもですね、ペースが落ちます。これだけはですね、肝に銘じておいてください。これですね、自力模試でですね、15分から20分ぐらい余って終わってるっていう方ですね、いると思うんですけども、確かにですね、本試験でそれぐらい確保できればですね、見直しには十分なんです。十分すぎるんですけれども、おそらくですね、そういう方は本試験ではですね、だいたい10分から15分余るか余らないかぐらい、それぐらいになっちゃう可能性が高いと思います。これ不動産大学のですね、過去の受験生でもですね、こういった経験のある人、コメントたくさんいただいております。これはですね、もう私のですね、経験から来るですね、アドバイスでもあるんですけども、これはですね、絶対に合格したいっていうですね、受験生の心理がそうさせるんです。これ一生懸命勉強した人ほどですね、本試験は良くも悪くも慎重になるんです。普段よりもですね、数秒ぐらいですね、考える時間が長くなるんです。これ無意識のうちにそうなるんです。で、一問にすればですね、数秒のお話でもですね、これは蓄積してくるとですね、10分ぐらいになっちゃうんです。で、模試の時よりもですね、余る時間が少なくなるんです。私が言いたいのはですね、だから本番ではもっとペース上げて解いていってくださいっていうことじゃないんです。そうじゃなくてですね、緊張して慎重になること自体はですね、ケアレスミスが減るので私はですね、悪いことだとは思っておりません。じゃあですね、なんでこんな話をしているのかと言いますと、私がですね、今一番言いたいことというのは、模試でですね、やっている時ほどは本番では時間が余りません。これをですね、前提に考えてシミュレーションをしておいてほしいからなんです。つまりですね、模試の時よりもペースが遅くなってもですね、本番で絶対に焦らないでほしいんです。これがですね、今日の最大のポイントなんです。絶対にですね、ペースは遅くなるものなので、みんなそうなんです。あなただけじゃないんです。本番でですね、あれ模試の時よりも遅いな遅いな、どうしようどうしようっていう風にならないでほしいんです。絶対に遅くなるんで。そういうものなんです。例えばですね、今模試をやって15分から20分ぐらい余ってるっていう人であれば、本番ではですね、10分余るか余らないかです。それぐらいになるという風に思って心の準備をしておいてください。そういうことを言いたいんです。なぜならですね、そうなるもんだと思っていないとですね、本試験でですね、私が一番嫌いなですね、あれがやってくるんです。そうなんです、焦りでございます。受験生はですね、普段通りのペースで問題を解けていないことに気がつくとですね、途端に焦るんです。この焦りがですね、ケアレスミスを誘発する原因になるんです。この焦りをですね、生まないために、本番では模試よりもペースが落ちるのは当たり前だっていうことを認識しておくことで焦りを防ぐことができます。ぜひですね、覚えておいてください。チャンネル登録お願いします。まだの人はお願いね。では最後にですね、私の方からですね、一問お出ししたいと思います。いきますよ。建物の差し額の媒介を行う宅建業者がその取引の相手方に対して行った次の内容のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。ちょっとですね、トリッキーな問題でございます。いきますよ、こちらです。この物件の担当である宅建士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅建士欄を訂正の上、宅建士である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅建士をお見せします。さあ、これは宅建業法に違反するでしょうか、しないでしょうか。で、こんな問題出るのって思うかもしれませんけど、これ実際にですね、過去出ている問題なんでございます。いきますよ、答えは違反しません。そうなんです。これ何の問題もございませんよ。これ重要事項のですね、説明というのはですね、宅建士が行う必要があります。これは超基本です。大丈夫だと思います。ただですね、これ一つ言っておきたいんですが、勘違いする人多いんですけども、担当者とかですね、そういったことは全然関係ないですよ。宅建士だったらいいんですよ。またですね、これも言っておきますけど、専任の宅建士とかじゃなくても何の問題もありません。選択肢だと、重要事項説明書のですね、宅建士欄を訂正した上でですね、宅建士が宅建書を提示して重要事項説明をしていますけれども、これはですね、何も問題ないですし、もっと言うとですね、これ担当者がですね、体調を崩して休んだらですね、実務ではこういうことですね、日常的に起こります。全然業法違反ではございませんので、ご注意ください。最近はですね、こういうトリッキーな問題の出し方もですね、全然あり得るので、もしですね、出題されたとしてもですね、落ち着いて解いてください。ということで、また明日。夢に向かい、必ずできる。明日の世界へと。